なるんですけども、このサンドヘルドで撮影すると、まあ、その俳優が2人で演技をする、そこにもう一人こうキャメラマンがこう一緒に入っていることになったんですね。それで3人でこう演技をするような関係になっていくわけなんですけども、そうするとですね、俳優がとあまりにもキャメラが接近してくると、キャメラに対して演技をするようになっていくんですね。キャメラを意識して、2人の関係性の中にどうしてカメラがかなり介入してくることになるというのがあって、まあ、過剰演技がこう過剰になってくるというか、そういう要素が一つと、それからまあハンドヘルドで撮ることで、どうしても疑似的な臨場感みたいな、ドキュメンタリー的な要素がすごく強くなってくるという、そういう見え方をしてしまう。まあ、そのことはあまりプラスではないんじゃないかというふうに判断して、メインポジションをこうやっぱりワイドショットに引くという必要があるということをまあちょっと感じたわけです。で、하나는그제영화같은경우에는배우들의즉흥적인연기그러니까배우들의퍼포먼스를촬영하는게중심이되는데요근데사실은손으로카메라를들고찍게되면배우예를들어서배우둘이연기를하는데거기에촬영감독도같이들어가게되는거죠말하자면셋이서거기서는관계가생기게되는데근데그때그렇게되면배우가아무래도카메라를의식하게되거든요근데그렇게되면아무래도둘관계에카메라가개입을하게되기때문에연기가약간과잉된그런인상을주게됩니다그리고또하나그런식으로하면또뭔가낙주같은그런분위기가나거든요그래서아무래도손으로찍는건플러스가아닌것같아서고정된카메라로약간롱숏으로찍게했습니다카메라가引いてしまうとやっぱり DV の解像力がちょっと辛いんですねだからやっぱそのワイドショットに関してはやっぱりハイビジョン程度の解像度が必要だろうということでやっぱりメインカメラをハイビジョンにしてしかしそのハイビジョンで撮影している、まあ、ワイドショットで撮影しているわけですけど、その時に、撮影中に僕たちの気持ちがですね、心がこう、俳優によってこう動かされた時というか、こっちが何かを感じた時に、もう少し、寄りたいんだという気持ちになった時には、もう一台のちっちゃいカメラを持って、これで接近した映像を撮りましょうと。その2つのビジョンというものをこの映画で使ってみましょうと。そういうふうに変化していた。그래서처음에는아무래도롱숏으로찍으려면그냥 DV 해산력으로는약간힘든부분이있죠그래서아무래도롱숏으로찍으려면 HV 수준의해산도가필요한데그래서일단은그롱숏같은경우에는 HV 로촬영을하지만그때배우의연기를통해서우리가뭔가를느꼈을때그때는작은카메라를들고서접근을한다그런식으로두가지방법을통해서찍기로했습니다ただキャロリン・ジャンプテイというのは非常に怖い人で、まあ、デジタルというのは動きに弱いんですね。実際にはハイビジョンでもこう横の動きとかには弱いところがあって、だからこの映画ではハイビジョンで撮るときはパンしないから、私はパンしませんって言いまして、だからビックスでずっと撮った。근데그이촬영감독분은아주무서운사람인데요그래서사실은그디지털이라는건움직임에는약하거든요그래서 HV 같은경우에도옆으로의움직임에대해서아주약한부분이있습니다그래서 HV 로찍을때는팬은안한다그런식으로말하고그래서거의대부분고정된상태로픽스로찍었습니다ということで、この映画を、まあ、見ると俳優の顔にすごく寄ったショットっていうのが何か所かあるんですが、そこはじゃあミニ DV で撮られてる。そうですよ、ミニ DV でこう、あ、すみません。で、이영화를봐도、그배우들의클로즈업이라는게아주많은데、그러면그런부분을ミニ DV で찍으셨다는건가요ミニ DV を、まあ、こういう感じで、こういう感じで。ミニ DV 그런식으로해서、아주가까이다가가서찍었습니다。でまあ、今日僕も改めて見たんですがそれがなんか逆に分からないというか特にこう HD で撮ったところと MiniDV で撮ったところというのが画面で見るとあまり区別がつかないように見えるんですがそれは現像の技術のせいなんでしょうかそれともカメラの技術なのか